喋ることないんですけど、一応寝やろうかな。お母さん帰ってくるの遅いんで、でもどうせおか帰ってくるの遅いよねとか言ったら帰ってくるんですよって言って言ったけど、ね、結局寝ちゃったな俺。別にさっきの社会主義もでもやっぱ差別なのかもな。そう思えば、でも A マッソも大変だね。でも一言言っただけでさ、そのめちゃくちゃ叩くっていけないと思うな。でもいや、それツイッターの性質がいけないんじゃん。ツイッターの性質ってどうでもいいことを言う場所じゃん。でだからいけないんだよな結局。本当にこの世で一番どうでもいい SNS だからな、ツイッター。やってるやつが日本人で、なんかまともなやつ一人もいないからな、やっぱ。ツイッターやってるやつらって。しょうもない人間しかいない。うん。まあでも、その中でもさらにどうでもいいことをつぶやくやつらがいるんだよな。どうでもいいって思うやつらすらどうでもいいって思うくらいの、どうでも良さのね。ああ、例えられねえ。まあ、すごいどうでもいいことをさばく、しょぼさ、つぶやくじゃん。ダイエーマストもさ、大阪直美に必要なのは脅迫罪ですけどねみたいなこと言ったらさ、すごいひどいじゃん。でも謝ったんだったらしょうがないよね。まあそういう時もあるよ。それをずっと、いや脅迫罪必要ですよって言い続けるんだったら叩いていいかもしれないけど、でもなんでそういう悪質な人って叩かないんだろうね、みんな。あ、なんだかんだ言ってさ、フェミニストみたいなやつはさ、まあ叩かれてるか結局。でも叩くのもいけないけどな。まあでも趣味だもん結局。そいつが本当に不快になってるかって、別に他人のことは本当はどうでもいいと思ってるやつらが、あの日常の鬱憤を晴らすために、あの批評気取りでね、うんって言ってるだけだから、しょうもないやつらの連中だよな。まあでもネットってそういうもんだよな。悲しくなってきた。でもそういうやつに対応しなきゃいけないのめんどくさいね。うるさいやつっているから、ツイッターやらなきゃさ、いいんだよな。俺もツイッターやめなきゃな。あ、超お腹空いてきたな。どうしよう。お母さん帰ってきたらなんか、飯買ってきてくれるかな。わかんない。多分買ってきてくれないと思うけど、一応待つわ。待ちたくないな。お母さん帰ってきたらお母さんに作ってね、欲しいから。お母さんがいるから。うん。ねえ。喋るの楽しいけど、ちょっとぼーっとしてんな。なんかずっと鼻が咲いて、薬の効果切れたかな。まあ当然切れてるな。だって俺最後に寝たの多分9時くらいでしょ。嘘、10時とか11時でしょ。で薬飲んで多分焦る、あれから1時間6時間経っているよね。あ、ギリ経ってないな。まあいいや、飲まないけど。ずっと鼻が痛い。これやるからいけないのかな。めっちゃ鼻詰まる。痛い。ああ、ちょっと待って。